ただいまより日本フェザー級タイトルマッチを行います。左のバレット、右の閃光という武器を携え、尾張の竜参上。日本フェザー級チャンピオン、5度目の防衛戦、幕の内の KO 進撃は続くのか。挑戦者は襲いかかった。まだゴングが鳴ってないぞ。そんなに早く殴り合いがしたいですか。いいですよ。さあ波乱の中、試合開始のゴングが今打ち鳴らされようとしています。挑戦者チャンピオンもスルー。知ら定めやな。どうしたら美味しく食えるか考えとんのや。ちゃんと前を見てくださいよ。バランスを崩したところへチャンピオンが畳みかける。ロープに詰めた。嘘だ、まだ立ち上がってないのに。初めて放ったパンチが凶悪な反則だ。一歩は真面目くんだからな、こういうのに一番腹を立てんだよ。槍を叩きつけるかのような左右のフック。避けた。鋭い左がチャンピオンの頭上をかすめた。防衛を重ねて幕の内は飛躍的にレベルアップしてるんだ。無表情だった挑戦者の顔が歪む。さらにボディ、ここでゴング。第1ラウンド終了。まだまだこれからですよ。果たして巻き返しはあるのか。このまま終わる相手じゃねえよ。ラウンド2。さあ第2ラウンド。やっぱり嘘だ。なんて野郎だ。本当にあいつはお前らが言うほどのものなのかよ。チャンピオン飛び出した。連打で押し込む。練習して得た自信と実力を比べ合う場だと思ってたのに。ボクシングをバカにするな。渾身のボディーブロー。もっと大雑把なボクサーかと思ってたんだがな。こちらのテンポを上げて確実に。第2ラウンド、早くもチャンピオンの強打炸裂と。挑戦者何事もなかったようにグッと立ち上がった。それだ、エフリー止めてやれ。えい、 KO が多いわけだ。さあ再開だ。チャンピオン仕留めに行った。すぐには回復せえへん。罪もらったら耐えられねえな。踏ん張りが効かねえ。チャンスだ。そのまま倒れ込んだ。また足をかけて。さあ立って。何してる。早く立って。時間稼ぎ見え見えちゃうか。レフェリー早く立てろ。回復しちゃうよ。レフェリー青コーナーを指示。どうやらテーピングが剥がれているようです。それも時間稼ぎじゃないか。簡単に終わっていたはずだ。俺が考えていた通りの選手ならその幅を埋めるために多大なダメージをもらっちまった。試合再開だ。コーナーから出て。ああもういいよ。完全に回復したとは思えない。このチャンスを生かすんだ。離れた場所ではノーガード状態だった挑戦者が一転。さすが危険を察知する能力が高い。これが沢村の本当の姿だと。リング上膠着状態。第2ラウンド残り40秒。突き出したあの左手が邪魔なんじゃ。加えてあのリズム。このままじゃ拉致が開かない。顎まで拳を下ろさないんじゃ。突き出したそっから左を。小さくて硬い尖ったものを投げつけられたようだ。ねじり込みの作用があるから力は一点に集約され、銃口を突きつけられているみたいだ。引き金に指がかかっているのがわかる。もらいながらでも喉元に詰め寄るんだ。うわーっと避けきれない。本来スクリューブローは体にためを作って手首と肩が強いからやれる芸当だ。生まれ持っとるんや、人を殴る才能を。今日の一本はがむしゃらに勝ちに行くぜ。幕の内さん、ええとこあばらの2、3本へし折ってきやがれ。あっとここでゴング。次のラウンドも来るね、間違いなく。カウンターパンチャーとしても資質は間違いなく俺以上だ。そこまでのものを感じるのか。きっと見せてくれますよ。さあ迎えた第3ラウンド、声援に応えるようにチャンピオンが出る。僕の距離にしなきゃ。チャンピオンクロスアートブロック。そうだよ、強引に打ってけ。それしかねえんだからよ。数々の反則は幕の内のリズムを単調にするためのもの。伏線に次ぐ伏線、このシナリオは完璧に近い。頭からつま先まで電気が走ったかと錯覚するだろうよ。ああ血しぶきとともにマウスピースが宙に舞った。チャンピオン後ろにのけぞる。踏ん張れるか。あ
あんな遠いところに撃たなきゃ、攻撃しなきゃ、足が前に出ない。何が起きたんだ、パンチをもらったのか。狙い定めたバレットが炸裂。クリンチするか、思いっきり離れるかしねえと。けど幕の内は逃げ、みるみるうちに顔面が跳ねていく。まだまだ、あくまでも前に出るチャンピオン。完全にタイミングを物にされとる。まだ美味しそうに見えねえな。意識があるのに体が動かなくなる。脳と神経を切り離すパンチだ。パニックになるな。拳を厚く、頭は冷ややか。基本じゃ。左を外すにはガードを固めて体を振る。慌てず時間をかけて痛めつけろ。硬い肉はまずいからな。がっちりとガードを固めたピーカブースタイルから激しく体を揺する。平然とした表情だ。さっきのカウンターのダメージじゃないのか。ここに降りかかるバレットの嵐、これを避ける。弾幕を回復して徐々に迫る。うわっと、捕らえながら中に入っていく。射程距離に入った。入ったところでアッパー。ここで上か。もらった。ペイントかよ。ガロー落ちてブロック。しかしそれを貫通する破壊力。左右の体の振りが振り子のように激しくなった。沢村は実に巧妙なインファイター殺しを実行してみせた。俺が見たいのはインファイター殺しじゃない。いける、行くぞ、行くぞ。沢村も間違いなく国内一のカウンターパンチャーですよ。いただきっすよね、高村さん。強え、本当に強えや。どんなにアップテンポになろうと、振り子の運動ってのは単純な繰り返しに過ぎねえぞ。それをずっと繰り返してくれる。規則正しくね。そして幕の内殺しとは振り子の動きの延長。エンジロールか。アードを固める挑戦者。しかしこの強打に耐えられるか。後ろに飛んで距離を空けた。見守るホールの空気も固まる。声が出ない。しかし振り返ったチャンピオンの目に光がない。力がない。無傷。完全なるデンプシー破りを敢行。チャンピオンのダメージをじっと見ている。平気のはずがない。デンプシーロールはまさに必殺の技。気力を振り絞るチャンピオン。しかし力がない。わかるか、わしの声が聞こえるか。負けるものか。喋らないで、少しでも休むんだよ。負けちゃいけないんだ。まだ闘志は萎えていない。それほどまでの決意と責任感でこの試合に臨んでおったのか。抵抗なく噛みちぎれそうな肉の柔らかさだった。もう食べ物さ。負けるもんか。たまらねえよ、この感触。何よりのごちそうだぜ。柔らけえな、ほっぺたの肉は。何よりさっきまで幕の内が飼いくぐっていたバレットのスピードが。デンプシーロールを誘発するための左、全てはカウンターを取るための伏線。どこを切ってもうまい肉だぜ。カウンター。チャンピオンの頭部を直撃。持久力と耐久力を備えた肉は決まって赤い。角度からの規模だ。これほど怖いものはない。
変だった。追い詰めていつもと違ってた。急ぎゃゲロが出ちまうや。ああ肘だ。バカ者めが、もう少しでチャンピオンだというのに。憎め憎め、最初から誰の上もいらねえんだ。貴様の肉は食い飽きた。いいよ、一気に決めに出た。倒れなかった理由はあのカウントを知っていたこと。チャンピオンのすべなし、撃たれるがまま危険な展開。俺とやる前に消える気か。幕の内必殺技だと。所詮単純な振り子運動じゃねえか。渾身の右で息の根を止めてやる。ダメだ、こっちは止まれない。